Christ, who descended during the Renaissance around 1500, left many messages to us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and King according to Jewish geometry. This is important. 61 and 27 stand for God and King according to Jewish geometry. In other words, the man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, King Christ not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that. Christ is King in the Bible. In other words, King Christ himself is the human savior. 1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインですと。つまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神、神ということになります。
つまりここに描かれているのはセントジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。ついでに言えば右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということをこのような形で、まあ、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけれども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中にやはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間にメッセージを残しました。この絵の中には777527という数字が隠し込まれていました。77キリスト、50ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン、キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセントジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というものイコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に神、カイン、キリストはですね、この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまりカイン、キリスト、神自身がこの地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠を、このような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキオの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまりアンドレア・デル・ベロッキオの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキオの描いたこの人物、まあ、一般にはこの絵はですね、聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが、聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。
つまりここに表現されている神、カイン・キリストは、つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。